侍ジャパン、決勝に備えて主力を休養させた結果、侍ジャパンがオーストラリア代表に8回コールドで大勝し、無傷の3連勝で19日の決勝進出を決めた。打線は13安打10得点。決勝戦への進出を決めている日本はスタメンを大きく変更。森下翔太と牧秀悟をスタメンから外した。先発の早川が5回7奪三振、完全投球で勝利に導いた。決勝は同日午後7時から行われる。台湾代表、韓国代表の勝者が相手になる。試合は初回から日本打線が気を吐いた。この日、初出場の1番藤原が三塁内野安打で出塁。岡林の四球後、小園の中前的自打で先制した。3回には岡林、小園、万波の3連打で2点を追加。4回にも小園が押し出し四球を選び、6回には再び小園の併殺打の間に追加点を奪った。さらに7回には藤原が2点的自打、途中出場の石橋が的自打を放った。8回には途中出場の野村の2点的自打で10点差をつけ、コールドに持ち込んだ。コールド勝ったで。試合終わったやんけ。コールドか。今大会コールドあったんやな。あ、なんやこれで終わりかいな。あっさり。すんなり終わった。3試合で1失点か。毎試合もっと点取れたやろって感じだけど、ディフェンス力はさすがやね。もしかして4試合無失点もありなのか。佐々木朗希や宮城、村上とかおらんで全員ローテ3、5番手クラスなのに、アジアの野球あまりにもレベル差があるな。今日はスタメンだいぶ休養させられたのがこじやね。一番で起用した藤原が当たってたのも良かった。まあオーストラリアは格下やしそう負けることはないからな。ちょっと失礼ではあるが今日はレベルが違った。昨日の韓国戦みたいな展開になるとヒヤヒヤだから、今日休んだ分牧と森下頼むで。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。